STLKER Clear Sky STLKER Clear Sky とはウクライナの GSC ゲームワールドが開発した FPS で STLKER Shadow of c h ー r n o b l の続編。前作 STLKER Shadow of c h ー r n o b l から新たな地域が追加され、前作までの地域にも変化が加えられている。グラフィックエンジンの X。 デイエンジンが1.5にバージョンアップしたことにより、ダークテックス10に対応。また、ダークテックス級でのレンダリングも改良されている。派閥関東争の要素追加のため、AI も改良されている。前作、STLKER シャドウ・ o w of ノーブルの1年、前が舞台。とある科学者集団に声を頼まれた傭兵、スカーは、任務の最中突如発生した、エミッションに巻き込まれてしまう。 彼を救ったのは、不安定化するゾーンの謎の解明を目的とする組織、クリアースカイだった。クリアースカイに協力を要請されたスカーは、鍵となる、ある人物の行方を追うことになるが、前作のバー、ワイルドテリトリー、プライピート、各種地下研究所は登場しない。ありがとうございます。